建物の区分所有等に関する法律は、マンションの一室のように、一棟の建物の一部を独立した所有権の対象とすることができるようにし、その場合の権利関係について定める日本の法律である。普通正式名称を略して、区分所有法と呼ばれる。1962年4月4日に公布された。本法は、区分所有者の権利義務を定義し、権利変動の過程。 利害関係人を明確にする。また、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して、住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に共することができるものがあるときは、その各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができると定め、当該建物に関する区分所有者の団体、敷地利用権、復旧及び建て替え等について定める。また、 一条に規定する建物のことを区分建物とも呼ぶ。高層マンションでも蒸気イメージの延長となる。こうしたマンションの前景はバルコニーの部分が凹んだような外観となることが多い。大川端リバーシティ21センチュリーパークタワー参考、平成21年度版、宅建ポイントマスター愛民法等 TAC マンション、オフィスビル、長屋、テラスハウスなどの建物は、 この法律により、各重庫等の部分ごとに所有権の対象とすることができる。ありがとうございます。